にちは、レベル8のみつきとまよです。今日珍しくこの2人でお送りしたいと思います。 そうですね、そしてなんと今日から新企画レベル8のここで働かせてください。何をするんでしょう。今回のこの企画はですね、阿賀野市のお店や企業さんを実際に僕たちが巡らせていただいて、職場体験をさせていただきながら阿賀野市の魅力をですね、学んでいこうという新しい企画になってます。素晴らしいですね。ということで、記念すべき第1回の企業様は、じゃん、山彦のさんさんです。坂上ですね。はい、坂上に来てます。早速ですが、担当のソータさんに来ていただいてお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。坂上山彦のさんの榎本です。よろしくお願いします。お願いします。今日はブロッコリーの収穫をして綺麗にカットして袋詰めをして、はい、出荷までできるかわかんないですけど、それをやります、はい、いっぱいやるんで、はい、頑張ってやりましょう。ということで今日はここで働かせてください。働かせてください。はい働いてくださいということでね、早速現場の方に行きたいと思いますので、はい、レッツゴーありがとうございます。さあ、行くぞ。はい、ということで、はい、畑に着きました。はい、これから作業させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。まず、距離2個ぐらい。はい、いける。はい、はい、この鎌で取っていきます。じゃあ取り方説明しますよ。はい、はい、お願いします。これぐらいの大きさのブロッコリーを発見したら、はい、上を掴んでこの辺りからスパッと。お、すごい。おお、え、すごい。落としてこれぐらいにして持っていきます。はい、わかりました。じゃあやりましょう。やります。カゴも持ちながら。はい、一人こう、はい、一列ずつ。わかりました。見て、まず、あ、ほんとだ、なんか大きさ全然違う。でもこれもまだな気がする。あ、これもまだな気がする。持って、ここ持つので、はい、で、この辺、カマ、ここその辺、その辺もうヒスパン。はい、まあ、ひっと強く一発で取れました、はい、取れました。切る、はい、葉を落とす、はい、落ちない。え、うん、そんな感じで収穫しました。あとはやればだんだん慣れてくるから大丈夫。わかりました。これもう大丈夫。これこれ上、はい、でこの辺り、この辺りスパッと行きます。頑張れ。せーの、せーの、ほ、これ難しいっすね。ほ、はい、あ、切れた切れた、あ、よかったよかった、うん、で、葉を落とす。ちょっとこの辺を落としたら、で、持って、はい、で、この辺、頭を落とす、この辺、はい、ほ、はい、ほ、その時にここも、ここ傷つけると売り物にならないから、はい、気をつけながら。ね、気をつけて。はい、わ、はい、かります。これで OK。はい。この辺だ、もうこう落としちゃう。あ、なるほど。で、さっきの勢いです。オッケーです。ちょっと楽しくなってくるよ、これだんだん。これ1日だいたい何個ぐらいあれなんですか？今日は、まあ、100個は取りたい。やば。100個だってマヨ。100個。これまだ2個しか取ってないよ。ね、全然出られないんだけど。ダメダメ。やばいって、もっと頑張らなきゃ。お、来た。やっぱ大きいです。よし、取れた。
動作しながらリフレッシュ、ね、いい運動になりますね、これ光合成してめっちゃいいっすね。はい、ちょっと満タンになりましたよ。満タン？どれぐらいの満タン？入るだけ。やばい、入ってる。全然まだまだだよ、うちら。頑張ろう。やばいやばい。そんなことね、多いか。いや、まだまだ入る。まだやばい。え、やば！待って、すごい。見て、他のやつと比べてほしい。ほら、全然違う。やば。うわ、見て、すごい。超でかい。まあこれ見つけたの私じゃないんですけどね。重いよ。よっ。よいしょ。あ、いっぱい取れた。よし。一瞬で。一瞬で。あ、でかいな。やばいっす。なんかマヨがさ、収穫するやつ、めっちゃ葉っぱついてる。めっちゃついてる。だいぶ茎長く切った。もっと上から。もうちょい上から。あー、うん、ほんとだ。下だからなおさら硬かったんじゃない？めっちゃ硬かったっす。うん。わかった。しゃがまないで。うん。そう。うん。で、しっかり。あの足腰入れて、はい、でスパッといく。頑張れマヨ。足切らないように。あと右足と左足が位置逆。逆。俺からすごいところ。うん。OK。終わりましたー。お疲れ様でしたー。終わったよー。一応終わってですね。え？戻って袋詰めということなので、頑張っていきたいと思います。レッツゴー。さあ、行くぞ！カットしていきます。はい。で、あとこの辺はちょっと上カット、これで出来上がり。はい、周りの茎を取る、うん、楽しいかもこれ。はい、え、これも全部だよね。いや、そんなに、うん、まあそれも取れてる。ねえ、分かったよ。なんで下の方やっちゃダメって、そういうことじゃん。え、だってすっごいよこれ。これって切っちゃダメなんですか？長い聞くわ、長い聞くわ、長い聞くわ。いや、切んないとダメでしょ。やばいよね。やばい。マヨさん、これですね。マヨ。最初の方下から切ってたから。そうだよね。うん、最後やると、なぜそうしなきゃいけないか分かるね。ダメだって言ってんのに。今すべてが学びですね。プロの腕さばき。
ブロッコリーの旬の時期って今の今と春も上がるんだ。さあ、行くぞ。終わりました。終わりました。次は、はい、次は袋に詰めます、はい、まずはちょっと周りを片付けて詰めやすいようにしましょうか。はい、巻いて、はい、はい、はい、ここに巻いて取り出して、すごこういうことか、はい、え、どういうこと？ただ押すだけ？押すだけ。これは3分。あ、出た。取りづらいテープ。見るやつだ。お店で見るやつ。これを。はい。取りました。巻く。ここが大変じゃない？入れるのが。うん。あ、でもいいんじゃない？はい、はい、で、はい、で、プシュプシュ、あー、はい、こう、うん、ねじりのとこに、はい、もっと勢いポッとしちゃう、はい、あ、できた。1個目です。はい、これが、え、すごい、どういう感じになる。こう置いて、はい、頭から入れる。そう、茎から。うわー、むず。頑張って。やばい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 。まず、くる。あ、やっと入った。ん？やっと入ったが、はい、まだ下に出てる。うん。出てる。うん。どうですかね。え、はい、下に一気にガッツリ、はい、あ、抜けた、あ、あと1個でした。1個目が長い、せっかくに短い、やった、いや、はい、究極レベルだ。あと2、え、それで終わり？終わり。終わります。エンドレスですね。おかわり。やばい。35です。あ、分からなくなってた。1狂った気がする。リンさんや。38です。35とか道の駅に出して、はい、終わりましょう。はい、終わりました。あの、キラキラマーケット。ね、じゃあ道の駅に納品しに行きます、うん、はい、移動します。さあ、行くぞ。道の駅に着きました、
道の駅に運びます。行け、行こう。すごい。見えるように並べていく。はい、またあんまり奥やっても見えないから重ねていく。山にした方が見た目がいい。おかえです。山にした。さあ行くぞ。はい、ということでレベル8のここで働かせてください、第1弾終了しました。今回やまびこ農産さんにブロッコリー収穫から出荷までの流れをね働かせていただきましたけど、どうでした？僕の場合ちょっと不器用さが出てしまったので改善点はあったので。そうだね、めちゃくちゃ上手だった。本当です。嘘、袋詰め、袋詰め。でもすごいね、天気に恵まれてブロッコリー収穫すごい楽しかった。楽しかった。今日はね収穫でしたけど、やっぱ育てるところからすごく大変なのかなっていうのを超感じた日でした。では植えたい。植える、植えたい、植えるとかね。こういうとこからまたやると違うかもしれないですね。はい、収穫した時の喜びが。確かに、ね、あの100点満点中何点ですか、私たち。80点ぐらいじゃないですか。あ、まあまあまあ高評価ですね、うんうん、80は、うん、赤点じゃないだけいいですね、うん、はい、ぜひ働きに来てください。ぜひお願いします。はい、今日収穫したブロッコリーとかね、道の駅あがなさんだったり他のお店いろいろ並んでますので、ぜひお願いします。お願いします、買ってください。最後なんですけど、はい、2段も実はちょっとやりたいなって思ってて、うん、なんかいい企業さんいませんかね。企業っていうか、はい、後輩のお店、はい、今水原、はい、駅前で結構人気のビストロ大家チェア。おー、めっちゃ行く、はい、ちょっと電話かけてみましょうかね。はい、はい、お願いします。はい、あ、もしもし。あ、お疲れ。あのさ、今日うちであのレベル8の職場体験みたいなのをやったんだけど、ブロッコリーの収穫で、で次あの大家茶屋であの体験させてもらいたいっていう話があるんだけど、それ大丈夫かな。よし、 OK。 ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた、はい、こちらからさせていただきます。第2弾、おやち屋さんで働かせていただきたいと思います。ありがとうございます。ということでレベル8のここで働かせてください、第1弾は高上やまびこ農産さんでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。以上、レベル8のミスとマヨとやまびこ農産でした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。